演舞開演。どうも、本日は ディスコ発酵わさあじだけバニラとカフェオレを食べたいと思います。発酵バターかディスコもいろいろあるんだな。これだけいろいろ出す必要性が出てきたということなんでしょうか。まずはバニラの方から。ではいただきます。シンプルなバニラだけにバターを感じられます。続きましてカフェオレ。あなたは主張が強いですね。本当にバターが効いていて、通常のビスコよりもちょっぴり大人向けといった感じのビスケット生地になっています。その中に入っているクリームの味がしっかりあって、大人でも満足できる、いや大人だからこそ満足できるビスコになった、そう思える商品でした。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。